ゲーム前、今日も井口監督からメッセージ、そしてなぜかスルメを持って福田周平選手からもメッセージがありました。先発は深木、その立ち上がり2アウトランナーなしから紅林にヒットを許して4番のモヤセンターオーバー、タイムリーツーベースになります。深木が立ち上がり2アウトから1点を失ってしまいました。バファローズの先発が榊原でした。こちらは本当に球がばらけていました。フォアボール、フォアボール、フォアボールときて2アウト満塁まで行ったんですが、バッター6番の井上空振り三振、あと1本がマリンズ出ませんでした。0点です。そして2回のマリンズ、ランナー2人置いて藤原、ここはチャンスで打てませんでした。榊原が踏ん張ります。4回です。深木、中川をフォークで空振り三振、この辺りからリズムを取り戻していきます。そして何よりも今日はこのビッグプレー、若月の打球センター藤原ぶつかりながらも落としません。これで流れつかみましたよね、はい。まあ、そこでね、次のイニング打順回ってくればいいのにっていうふうに言ってたんですよね。そしたら回ってきました。ランナー2人置いて初球一振り、弾丸ライナーライトスタンドへ、逆転のスリーランホームラン。いやー、何度見てもいいですね。はい、もう素晴らしい当たりでしたね。ベンチが一気に沸き立ちました。3対1と逆転です。深木5回のピッチング、今日良かったというフォークボールで疑問、空振りの三振。3回、4回、そしてこの5回とバファローズ打線を3人ずつで打ち取っていきます。そしてマリンズ5回満塁のチャンス、変わったピッチャー斉藤から安田が押し出しのフォアボールを選んで貴重な追加点、4点目が入ります。4対1。深木は6回まで投げました。今日の深木改めてどうでした？特にフォークがね、結構いいところに落としてましたし、最初はねストレートも力あったんですけどもね、はい、やはりこう少しずつストレートが甘くなってきたりとかっていうところは見えてたんですよね。まあ、それでまあ6回で、はい、90球1失点の好投でした。そしてバファローズも反撃です。7回ハーマンから T 岡田レフト線へのタイムリーツーベース、1点を返して4対2、2点差になります。2点リードの8回マウンドに沢村、まず先頭佐野をものすごいまっすぐで空振り三振。ただこの後ピンチを招きます。2塁1塁2アウト、中川ショートゴロに打ち取ってこのピンチを切り抜けました。笑顔でマウンドを降ります。そして9回です。クローザーの増田、ランナー3塁2塁、9番の大下、左中間抜けたかという当たり、センターの藤原が追いつきます。犠牲フライになって1点返したバファローズが4対3、1点差とします。なおも2アウト2塁となったところで一旦雨が強くなって中断になります。この中断が23分間ありました。中断明け、代打伏見、最後はまっすぐで押した増田、井上が取って試合終了。落とせない、負けられないマリンズが今日のゲーム勝利を手にしています。